とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。一番弱い武器は何だと思いますかというコメントですね。弱い武器、いっぱいあります。いっぱいありすぎるんですよ。ということで、今日は最弱ランキング、行きたいと思います。さあ、何が最弱なのか。予想してみてください。では、行きましょう。それでは、最弱武器ランキング行ってみましょう。マイクラダンジョンズには弱い武器たくさんあります。めちゃくちゃあるんだよね。で、修正してほしいこととか、あと、ダメ出しとかもね、いっぱいあるんだけども、一つ一つ言っていくと長くなっちゃいます。なので、今日は5位から1位までをサクッと行ってみたいと思います。ということで、まず第5位です。第5位は、斧系ですね。斧系は、ハイランドアックス、そしてファイアブランドがあります。ハイランドアックスにスタン、ファイアブランドには火属性がついてますけども、まずもってスキルが弱い。主要スキルじゃないので、全然使えないですね。で、この攻撃の仕方は、似てるやつが結構あって、斧を使うよりも、剣を使った方がマシだね。まあ、剣も結構微妙なところなんですけども、まあ、使うとするならば、ダイヤモンドの剣がいいんではないでしょうか。見た目はね、ホークブランドの方が好きなんだけども、あれクリティカルがついてるので、ちょっと微妙なんだよね。クリティカル1は発生率が低すぎて、あまり使い物になりません。なので、ダイヤモンドの剣の方をおすすめします。第5位、いっぱい言いたいことはあるんだけども、斧です。続いて、最弱武器ランキング第4位。第4位は、刀ですね。刀は闇の刀、そして達人の刀があります。闇の刀にゾンビ特攻、そして達人の刀にクリティカルがついてますね。スキルが微妙。まあ、クリティカルは微妙ではないんだけども、スキルレベル1だと、ちょっと使いにくいんだよね。で、剣は見た目好きなの。見た目はめちゃくちゃ好きなんだけども、これを使うのであれば、体剣使った方が断然マシだと思います。使うのであれば、ブロードソードだね。あっちを使った方が断然強いので、できれば刀はね、見た目かっこいいから修正してほしいんですけども、今はとてもじゃないけど、使う気にはなりませんね。はい、第4位、刀です。それでは、最弱武器ランキング第3位です。第3位は、ニトですね。誕生と終焉、この一つだけとなります。スキルが、吸血、そして虚無。この二つがついてますけども、スキルレベルが1のためにあんまり使えません。で、これ比較的、最近出てきた装備なんだけども、使い方がいまいちわかんないんだよね。まあおそらく、まあただただ殴るだけなんだけども、普通に殴るだけだったら、この選択肢はないよね。弱すぎる。もうちょっとなんか強くしたらいいかなと思うんですけども、まあ、提案としましては、剣一本一本にスキルがつくとか、そういうのだったらば、面白いかなと思うんだけども、今現状これはちょっといただけないね。いや、使い方あるんだったら教えてほしいぐらいです。はい、第3位。誕生と終焉の2等です。それでは、最弱武器ランキング第2位に行きましょう。第2位は、レイピアですね。凍てつく金属片とビースティンガーがあります。凍てつく金属片は凍結。ビースティンガーには蜂がついてます。まあ、全武器に言えることなんだけども、スキルが微妙。弱い武器はほんとスキルが微妙すぎるんだよね。まあ、使うってするならば、ビースティンガーの方がマシかな。蜂を召喚すると、それがタゲ取ってくれるので、そこそこ使えます。でも、そもそも敵をあんまり倒せないから、蜂がね、召喚はできないんだよね。微妙。まあ、最後のね、一発。シュ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 って言って、最後の一発、ブスってやるやつ。あれだけは強い。
あそこだけは強いんだけども、それまでのダメージが低すぎて、ダメだな。もう最後だけブスブスブスっていけば強いんだけど、使い方はわかりませんね。はい、第2位は、レイピアです。それではここで番外編です。今回のランキングにはちょっと入ってはなかったんですけども、ツルハシ、そして剣、カトラス、この3種類ですね。この3種類も実際のところ結構微妙です。ただ、今現在は釣竿連打が使えるので、それでまだ若干なりとも使える部類に入ってます。でも、釣竿連打が修正された時は、これもね、間違いなくランキングインするのではないでしょうか。本当に使えない武器多いな。それでは、最弱武器ランキング第1位です。第1位は、メイスですね。メイスには太陽の愛、そしてフレイル、この二つがありますけども、太陽の愛は輝き、フレイルにはチェーンがついてます。輝きはなかなかいいよって思うけども、スキルレベル1なんだよね。1だったらつかない方がいいと思います。回復系はね、3つけたいのよ。1つけてると、下のエンチャントにはもうつかないので、ダメダメになっちゃうんだよな。太陽の愛。これどうやって使うんだろうね。まあまあ光ってるから松明代わりにはなるんでしょうけども、ちょっと使えない。フレイルのチェーンも俺は好きじゃないな。ちょっとこの二つ、なんか特殊能力をつけてくれないと、今のままではどうしようもないかなと思っちゃいますね。はい、これ結構ダントツかもしれない。第1位はメイスです。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。最弱の武器、俺はメイスが一番よろしくないかなと思います。まあスキルもそうなんだけども、攻撃方法もなんか微妙な感じだよね。はい、ということでどうだったでしょうか。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。最後ちょっと噛んじゃった。